レッスン 6-1 チラシの作り方とネイルサロン集客方法ということで、自分でお店をしようと思ったことがある人であれば、やっぱり一番最初に思いつくのがチラシだと思うんですけれども、このサイトではインターネット集客で前にもお話ししたどんな言葉を使うといいのか、お客様に伝わる言葉をですねが分かってから効果的にやっていきます。それが、時間とお金の節約になってきます。という私も、初めにやったのがチラシだったんですけれども、その後集客をしながら試行錯誤の末、一番効率がいい方法を見つけれたので、当初は私もかなり遠回りをしていました。でまた、お店を開業したばかりの時は、他の集客法からたくさんお客様が来ていようが来ていまいが、チラシ配りはした方がいいです。で軌道に乗り出したら自分でのチラシ配りはいらないんですけれども、やっぱりその時にした時の経験ですねを使って、これからも何年後も、役に立ってくるので、チラシ配りはやっぱりやっていただいた方がいいと思います。で、ネットがまだ一般的ではなかった時に、お客様にお金をかけず集客といえばチラシだったんですけれどもこのサイトで紹介するチラシに関しては新聞の折り込みチラシとかっていうようなお金がかかるものではなく、コピー代しかお金がかからない上に100人配って5人のお客様が来たというような方法をお伝えしていきます。で、チラシの内容で100人に配って3人来るか、100人に配って6人来るかというような感じで変わっていきますので、私が、サイトにも載せさせていただいてるんですけれども、一番最初に作ったチラシのカードに関しては、ご紹介カードとチラシを兼用にしていたんですけれども、チラシとして使っていた時は100枚で、100人配ってですね、2、3人のお客様がご来店してくださるというような感じでした。で、で今の現在のカードに関してはその後いろいろ試行錯誤して作り変えているので、本当に千円札と同じくらいの大きさなんですけれども、100人配って6人のお客様が来てくれるというような感じになります。でもちろんそのお客様のご紹介もありますので、1も、最初に言った際、チラシに関しても次に作ったチラシに関しても最終的にはもっと多いんですけれども、で、チラシは、自分たちで作って自分でこう作ったんですけれども、本当に集客は経営の要なので人任せにしずに自分で作るのがやっぱり一番お金がかからずに結果を出しやすい方法だと思っているので、数年経った今でも続けています。で本当に最初に試行錯誤しているときは、自分で作った方がやっぱり早く改善していけるのにもつながってくるので、やっぱりある程度集客できるものが出来上がってから、業者に頼むというような方法がいいかなっていうふうにも思います。で、そのチラシなんですけれども、ただ本当にやみくもに作っても意味がないので、やっぱり何よりもまずはやっぱりチラシなので手に取ってもらうことが第一ということを考えて作っていきます。でもし内容に無料というふうに書いてあったとしても、手に取ってもらわなければ全く無意味になってしまうので、その手に取ってもらうためにはこう何が大切なのかということなんですけれども、こうまず本当に手に取ってもらえるチラシ作りということで、こう手に取ってもらえるように工夫をするんですけれども、と同時に見える場所に興味を引くタイトル、キャッチコピーですねも必要になってきますので、お客様にとってメリットのあるキャッチコピーも大切になります。で、いろんなお店でこうレジ付近などにチラシ、いろんなチラシが置いてあるのを見たことがあると思うんですけれども、やっぱりその中で自分のチラシがこう目立って手に取ってもらえるようなものにしないといけません。でそのチラシ作りのポイントということで、サイトにポイントを何箇所か書かせていただいてるんですけれども、本当に
他のチラシと並んでも目立つような色形を使うや、パッと見てネイルサロンと分かるようなものにする。でももちろん子どもにも分かるような書き方、分かりやすくというような感じでいろいろポイントを載せさせていただいてますので、そちらを参考に、そのポイントだけは最低限押さえていただけるといいと思います。で、私自身もこう初めに作った、チラシに関しては、本当に反響が少なかったんですけれども、やっぱりまあその理由として、いろんな原因があったと思うんですけれども、お客様に教えていただいた原因の一つで、こううちは、料金、施術料金を全部入れ込んだ形でいくらというような感じで載せていたんですけれども、やっぱり他のお店は情報誌などでもそうなんですけれども、基本料金がいくらというような感じ でそこにプラスいくらいくらというような感じで加算されていって、結局高くなるっていうことが多かったみたいなんですけれども、その基本料金で載せる金額がやっぱり当店よりも安く載せていたので、うちが安いっていうことが伝わらずに、やっぱりそう結果そのチラシでは意味がなかったんですけれども、なのでまあその教えていただいたことをもとに次に作ったチラシがその今のチラシになるんですけれども、でまず本当にチラシを置いた状態でもメリットが分かりやすく見えるように大きく書いて、その上でネイルデザインと料金を分かりやすく書き、で中心には詳しいお客様のメリットとお店のコンセプトというような感じで書いてます。で裏にもあるんですけれども小さいんですがお客様の声もたくさん載せてます。で次に、サロン集客チラシは、デザインよりメリットとコンセプトが大切ということで、大手が作っているようなかっこいいチラシもあるんですけれども、見た目はすごくいいんですけれども、私たちの集客の用途とは違って、やっぱりそういうのはブランドイメージを売っているだけなので、お客様がご来店いただけるかどうかは別になってきます。なので、私たちに必要なのはやはりお客様が来てくれる、集客できるチラシなので、本当に私も一度お店が軌道に乗ってから、業者に頼んでかっこいいチラシを作ってもらったんですけれども、本当にお客様一人に3000以上の費用対効果でびっくりしました。で本当にデザイン料が高かったんですけれども、集客ができないデザインっていうふうに、私それってどうなんだろうっていうふうに思ったんですけれども、まあ、デザインをするのは、集客デザインをする方は、まあ、集客の専門家ではないので、もちろんデザインの専門になってくるので、まあ、当然といえば当然の結果だったと思います。で初めて作るチラシのおすすめは、私は手書きが一番いいと思います。でもちろん最初の1枚を手書きで書いて、その後はコピーというような感じでいいと思うんですけれども、で今現在私はフォトショップという画像編集ソフトを使って、作成しているんですけれども、本当にかなり便利でどんなことでもできるので、お金に余裕がある方はぜひ挑戦してみるといいと思います。で私が作ったチラシは、ソフトがあれば便利ではあるんですけれども、ソフトがなくても手書きで十分できるのと、私自身経験して感じたのが、手書きであればあるほど、人は読みたくなるような効果があるような気がして、親近感も湧くと思うので、最初は絶対手書きがおすすめです。で、まあ、それから、お店が軌道に乗ってから、そういうソフトを購入して作っていくというような感じでやっていただいた方が、時間も効率的に使えるんではないかなというふうに思います。で次に、チラシ配りとチラシを置いてもらう時のポイントと、ネイルサロン集客ということで、チラシ配りっていうふうに思うと、駅とかポストに入れることを真っ先に思いつくと思うんですけれども、でその私的におすすめなのは、私自身も駅で
こう配ったりもしましたし、ポストにも入れたりというような感じでやったんですけれども、実はやっぱり反応はいまいちでした。で、本当にそれこそ1000枚配って何人来るのっていうような感じだったんですけれども、いろいろやっていくうちに分かったのは、やっぱりあの来てくださいっていうふうに頼んで渡した方がポストに入れるよりも断然、結果がいいっていうことです。で、本当にネイルや可愛いものが好きな人、当店の場合だと安くても、安くていいものが好きな人が来る場所で、興味のある人だけどうぞというような感じで来てくださいというふうに一言言って渡した方がいいっていうふうに気づきました。なので、チラシ配りに関しては、皆さんの顔、オーナーの顔ですねを見せながら、ぜひ一度来てくださいと言いながら渡すのが一番効果が出てきます。で、もちろん私もあのスタッフを使ったこともあるんですが、やっぱり自分自身でやるのとでは電話がある数がやっぱ違ってきます。で、もちろんあのいりませんというふうにきつく言われることもあるんですけれども、前を向いてやってみることがやっぱりいいです。またチラシ配りでは、ごめんなさい、チラシ配り以外ではいろんなお店に置かせてもらうということで、何百件というお店に頼みに行ったんですけれども、本当に薬局さんだったりコンビニ、本屋さん、雑貨屋さん、美容院、服、床屋さん、ラーメン屋さんというような感じでいろんなところに配りに行ったんですけれども、置かせてもらいに行ったんですけれども、で、ここで、気づいた人もいると思いますが、やっぱりその中でもチラシを見てご来店してくださった方が多かったのが、やっぱりあの雑貨屋さんと美容師さん、美容院と服屋さんでした。で、続いて見たことがあるっていうふうによく言われたのがコンビニと飲食店でした。なので、私あの2つ目のサロンを出す時には、岐阜、まあ、私の岐阜市で一番やっぱ大きかったショッピングモールですねに、私が行きたいと思ったお店に、ひたすら頼みに回りました。で、本当に大型店では一軒ずつ回って隣に行って、またすぐ隣に行ってというような感じでどんどんお願いに行くんですけれども、で、本当にあの大型店に配りに行くと、本当に最初にこう一軒ずつ頼みに行ってた時に比べると、100枚配って本当に5件の連絡が1日に、300枚以上配っていることになるので、その後も、配りに行った後もですね、お店に顔を出しつつ、チラシがなくなったら置かせてもらうというような感じで繰り返していくといいと思います。で、ここでもやっぱりあの数値化することがいいんですけれども、どこに配りに行ったものがやっぱり反響が良かったのかっていうことを分かりやすく、数値化していくといいと思うんですけれども、これはまあ、また次のページで方法を書かせていただいてますので、そちらを見てください。で、本当に私がチラシを配ってきた中で最終的に落ち着いた方法がやっぱり大型店で一気に回るというような感じです。で、大型店がないところに関しては国道沿いのお店を回って順番に置かせてもらうということです。で、あとやっぱり服屋さんと美容室と雑貨屋さんはやっぱ全て回るということを徹底するといいと思います。で、本当にその時に、そのお店の店長さんなどにコンセプトを軽く言いながら渡すんですけれども、本当に何件も断られたりすることがあると思いますが、常に前向きで行動していただくといいと思います。で、次にネイルサロン集客のチラシを置いてもらう時の言い方ということで、最後に集客のチラシを置いてもらう時の言い方なんですけれども、私も最初はどういうふうに言って渡せばいいのかっていうふうに悩んだんですけれども、もう本当にすみません、低料金でいいものをお客さんに喜んでいただきたいということで、同じ考えの お店様にぜひ置かせてもらいたいなっていうふうに頼んでるんですけれども、店長さんか、もしくは、店長さん見えますかっていうような感じか、置かせていただけますかというような感じで
聞いていくんですけれども、で、まあ、断られる時によく多いんですけれども、やっぱりあの店長さんがいない場合とかに店長に聞いてみないととか、オーナーに聞いてみないとというような返事があるんですけれども、そういう時に分かりましたというような感じではなく、聞いてみないとっていうふうに言われたら、じゃあもしあのダメでしたらまた取りに来ますので、とりあえず置かせていただくことってできませんかというような感じで聞いていただくと、大体のところは、まあ、多分大丈夫だと思うのでいいですよっていうふうに置いてくださるところが多かったので、その一言プラスして言うといいと思います。